長です。紬だよ。今回はこのマップの手にできるセーブポイントの右を行くとか言ってたな。そうなんだけど、いきなり囲まれて鉄管のマップからだった。では改めて、結局薬で移動するか。やっぱ蹴散らなくても。買えるといえば買えるからな。数が少なくなってきたら買いに戻れば大丈夫なはず。ではここから、まずはあの青い光を。ここでマップ名が分かったか。こんなことならさっさと取っておいた方が良かったね。え、名前は水道橋だったな。いきなり難しい漢字が出てきたな。ちなみに今日は溝という意味らしいぞ。一応日本でも使う漢字なんだ。調べた限りだ。てっきり中国語の漢字かと思っちゃったよ。まああまり見ないしな。それより新しい目が来た。体力は高かったね。で今度はあのスライム。水の中にいたやつだな。ここにいるのはいいけど邪魔な場所に。ダメージが、はい、そんなつもりはないけど。こいつの体力はそこまでだな。大きい分狭い場所では苦労しそうだけど。いや、とりあえず上から回ろう。今回は上からか。また登れないってオチも待ってるかもしれないし。それはありそうだな。大丈夫そうだな。これだけスペースがあれば。上にあの水弾ってくるのがいるな。あまり相手にせずに。賢明だな。あれでダメージ取れるんだ。さっきの歯車か。なかなか入ろうとしてるし。でまたこいつか。鎌で一撃ってわけにはいかないな。まあそれでも。まずは飯つくを回収に行くか。これでさらに上を目指すのか。って何やってるんだ。前回取った鎌の技を確認。相変わらず敵のいないところでの試しだな。で落ちた。俺のせいじゃないぞ。分かってるよ。ここは反対からしか無理か。多分上に戻るの無理だな。でもあのスライディングのところなら。そもそもあそこに行けるからな。まあやってみて。いや、手押し。無理したせいでさらに落ちたな。しょうがないからここから左に回っていくしかないね。左に回っていけばとりあえず上に戻ることもできるか。一旦繋がったから今度は下に。上は行かないのか。繰り返しになりそうだし、それにここから左でもセーブポイントの近くに出れそうだったから。でこれはまたテクニカルなところだな。ダッシュしてジャンプで着地を調整か。そんな感じだな。ああやってみると余裕はありそうだな。慣れたとはいえ神経使うよ。ここなんかも。ここもタイミングが命だな。戻るタイミングでダッシュ決められれば。少し遅かったがなんとかなったぞ。手バグってるし。とっさ名が表示されてなかったぞ。何かわからないけどちゃんと取れればいいよ。で戻るのか。ここまで戻るとは思ってなかったけど。だがここまでのようだぞ。この高さは無理だね。改めてもう一回だな。また神経を使う。でここって前塞がれてたところじゃ。それはさらに左の方だな。ならここから一旦戻れるか。
地に戻されたか。まあ助かったよ。これでサイドウェイを行くのか。さっき誤って落ちたところは右に進まないと。てこいつが残ってた。相手しなければどうってことないだろう。そりゃそうだね。この上も行けたい。行きたいところ。ここから上に回るようだな。結構強い。飛び越えてしまえば。あのスライムよりは越えやすそうだな。あいつは伸び上がるからな。とりあえずアイテム回収。やはり足場が狭いときついか。空中で魔法を打てたら全然違うけどね。まあ左もなさそうだし。このまま右に。なんか暗くなったな。ここは暗闇の中ってことか。アフターイメージのおかげで見えてるわけだ。突然来るときついからあの暗闇を払うのは早く話が良さそう。余裕があるならそれが正しいな。でこの先面倒そうだな。それほどでもなかったな。右しないかな。もう少し離れていいんじゃないか。それが良かったね。まあ排除できたから。さすがに少し回復しておこう。でここでキャンプか。なんか出てきた。追放の町に行ったな。お前たちからオースの気配を感じる。あの狂人もう死んだのか。なぜ知っているのですか。俺はパートオースの助手をしていた。オースはアーティフェクスの番人として皆から尊敬されていたが、その実狂った悪党だった。神の名を語り俺たちに奨励の儀式をさせ、みんなの生命力を吸い取って傀儡にする魂胆だったのさ。奴の正体を知り儀式を止めようと手を尽くしたが阻止できず、町中の人は霊体と化した。俺はかろうじて助かったものの、左手がオースの魔法に侵食されてしまった。切断しても逃れられず、今じゃご覧のありさまさ。儀式一つでこんな悲劇を。おかげで助かったよ。何も返せないけど、この杖を持っていけ。お前たちの役に立つだろう。ダイネちゃん、この本異常な魔法の波動を感じる。触るなよ。本って？あの光ってるのか。そうなのかな。とりあえずさっきもらった杖。貴重品じゃない。そのようだな。まあこれでもないよね。可能性として武器か。杖の技なんてないだろうけど。でこれか。魔法か。魔法なのかな。普通に杖の攻撃力と書かれてあるし。確かに武器みたいだな。強いて言うならコンバクってのが魔法みたいだけど。まあ装備してみてだな。試すのが早いか。今使ったのか。確かに押したけど。さっきの魔法は強力だった。魔法の杖が勝手に作動するなんて。ダイナちゃん、やっぱこの杖使わない方が身のためだ。喋り終わるの待ってたけど MP が。とりあえず元に戻そう。このままでは進むのに苦労しそうだしな。与えられるダメージ次第ってのはあるけど。でさっき触るなって言われた本だけど。特に問題はなかったか。問題はなかったみたい。じゃあ探索を再開だけど。上も微妙だな。まあ今は下に向かうしか。手穴の隙間にか。ここは大変だな。タイミングが取りづらいな。こっちは外にしよう。まずは右を埋めている。
こっちは障害物はなさそうだな。上に敵が。手も無視して。ここまで戻される。こっちも厳しいな。というか飛び越えられる幅を超えてた気がするぞ。敵もいたけど確かにそんな感じだった。じゃあ左行くんだな。しかないでしょ。ここからが大変で、最後ここまで戻されるの。さすがにえらいところに戻されたな。せめてギミックの最初ぐらいにしてよ。ここだったらわかるけど。あれ、戻るのか。さっきの宝箱のところに出るだけだったっぽいから。じゃあこの後はどうするんだ。もう一回あの方を確認してみる。うまく戻ったな。さすがにね。よくよく考えたらこの上ダメだった。なら下に向かうか。ちょっと考えさせて。ここはさっきの宝箱で。ここからか。やはり残っているのは下の方だが。あとセーブポイントまで戻ればその下もあるね。でどうするんだ。せっかく敵も減らしたし少し埋まってないところを埋めておこう。それもありか。本当はこの上のとは思うけど。一旦さっきのところまで戻ってきたな。もうこいつも。右上の左の空間。ここに戻されてよかったな。もう右上は行く方法ないな。何回見ても無理だろ。そうなるとやっぱアビリティか。それがどこで手に入るかだな。ブン。やっぱこの下を目指すか。そこか。セーブポイントの下は転移か薬使った時にでも行けばいいかな。まあその方が楽だな。でこいついい加減。これで左上も一応。思いっきり飛ばなかったな。ちょっと先を気にしちゃった。まあもういいや。おとなしく下を目指してたな。ここから2回分降りれば。それでこのマップの下が埋まりそうだな。もしかするとここに何もないのかも。左からだ。そういえばこの右って言ってなかったか。敵がいるということはそういうことだな。はい。手登れないし。でも前のところとはつながったな。じゃあ今度はもう一段下。そのまま下に。そうだね、右の下に。で、後ろ向きに。最近出てなかったのがそれだ。ピッチ弾くとどうしても。まあそれでも大丈夫だから。右上は無理だな。なんかな。
右下に。ここはスライディングっぽいな。反対からな。で、ここは降りたら戻ってこれないか。ならこっちを目指すか。もう少し近づかないとな。でもこれなら若干下方向に。大いに行ったな。使えるものは使わないと。で、かなりの追尾性能だな。これまでのとは比べ物にならない。まあ今までが緩かったってことだな。でここも今は戻れないと。どうするんだ。もう少しのところから降りるしかないね。戻れなくなったらどうするんだ。それ薬使うよ。今だって似たような状況だし。戻れなくはないだろうが面倒だな。でしょ。じゃあ降りていきますか。手端に出た。ここは溶岩地帯のところになるのか。確かにそれっぽいね。左に行けば追放の街っぽかったし。って人だ。おお、車椅子の旅人もいるんだな。驚きだぜ。ライネちゃんもやってみる？旅が楽になるかもしれないぞ。どこでも便利なわけじゃないぞ、坊や。じゃがわしも魔法師、自分の面倒を見るぐらいはできる。ごめんなさい、仲間が失礼なことを。私はライネと申します。こちらは仲間のイフです。わしはイーサン、魔法師で神の忠実なる信徒じゃ。今この辺りで幽霊が出るという町を探しておるんじゃが、聞いたことはあるかね？ええ、この橋を渡ってさらに西へ行くと荒廃した町があります。凶暴な霊体がたくさんいました。やはりあそこか。罪なき魂が苦しんでおる。人はあのような不浄な形で神の庭園に存在してはならんのじゃ。ああ、今の人間たちは生のみを求め、あのお方が我々に与えたもうた恩寵もあるべき敬虔さも忘れ、粗暴な異端の邪説に惑わされておる。この旅の目的はカルト集団がはびこる谷底の町を調査することじゃ。じゃあ一歩遅かったな。あんたが言う異端も悪霊もこの俺様とライネちゃんが一網打尽にしたぜ。これほど信心深く強い信徒がいたとは。ああ、神の祝福があらんことを。しかし、異端どものことだ。庭園を冒涜する不浄なものを残しておるかもしれん。自分の目でも確かめねば。やっぱ先に行っちゃったのがまずかったかな。確かに順番が違えば話は違ったろうが。そういうことだね。でまた違う雰囲気の場所に出たな。どうするんだ。ここがあの溶岩地帯と同じならレベルは69のはず。それで戻るのか。とりあえず繋がるかぐらいは確認しておいても。この先ボスと返そう。確かにいても不思議ではないな。手橋を抜けた。こいつは追放の町の敵だな。確かここはということだな。なるほど。どうするんだ。
ちょっと下に行けそうな場所があったからそっちを確認。この下。敵がいるぞ。で、敵もダンサーを使ってきた。こうなってくると対処は考えないとな。やっぱ強い。とりあえずマップを確認。このまま進めば左にも下にもつながりそうだが、その前にやっぱレベル69。ここは溶岩地帯ということだな。やっぱり馬じゃない気がする。どうするんだ。戻るのも悪くないけど、でも大体行ってしまった気もするな。行くとしてもこの下か。こっちは無理だし。こっちもな。結局どうするんだ。どうせならこのまま右まで行き切ってみるよ。また赤い壁とかあったりするかもだし。それでダメならもう溶岩地帯の方しかなくなりそうだ。その時はその時。さっきのおじいさんはもういないな。追放の町に行ったということだな。ちょっとここからで。ここでボス戦。やれるか。魔法は効いてなくはないぞ。なんか大丈夫な気がしてきた。ダメージもそんなもらってる気もしない。かわすのも難しくないだね。これは気をつけないとな。離れたらバッター。はい。もうちょっと離れたら当たってたね。これなんかも。もう大丈夫だな。あとは突き切れば。さて何くれる。これは白いアイテムか。複数の魔法アイテムを操れる。魔法が複数になるということか。だったらすごく便利。縦枠は違うようだな。まあいいや。そういやさっきのボスレベル39か。追放の町と同じってことはこっちが正解かも。ってなんだこいつ。あれ、これってあの湿った笛の音じゃん。ダイネちゃん、俺にやらせて。ほーら、近づいてきたぞ。俺様の笛がうまいってことだな。突然海の中の場面になったな。これってどこかに連れて行ってくれるってことじゃ。それっぽい。で、なんだこれ。なんか画面が動いたな。前に乗ってるんだ。いきなりこんなところに連れてこられたか。こういうのこそチュートリアル欲しいけど。しかも操作方法がよくわからない。移動はできてるじゃないか。いや、それ以外の操作。ボタンを押しても。あ、何かあればこういうのが出るんじゃないか。ならもう少し探してみるか。ボタンを押した後も何もしないから本当分かりづらい。この当たりも何もないし。これなんか一番怪しいのにな。何も反応なしだよ。ここでアイテムか。さっきのは決定ボタンで取れたね。出まずでどこ行けばいいんだ。このままさまよいそうだな。ここは抜けないといけないんだろうけど。戻るのか。それを確認。せめてどこに行くべきかはもう少し分かるようにしてほしいところ。もしくはまだ早いとか。でも戻ってもな。
行くのは溶岩地帯だな。さすがにこっちは無理だろうし。追放の街はイベントはありそうだが、もう一回また探すのか。ちゃんとくまなく回ってみようかと。まあそれで諦めたつもりだ。ちがま、やっぱりここなんだけど。ダメそうだな。あとはこの辺か。アイテム終わりか。あ、いけそう。ようやくか。下手したらいきなり強い敵が出てきそうでもあるが、そうなったらヨアンの武道と比較だね。また地名不明か。手場所は移動してない。ということはメインのマップとは違う空間ということだろう。そう考えるのが正しいか。でここに何もないな。なんかアビリティとかありそうな雰囲気だったけど。もしくは条件があるのかもな。そのパターンも考えられるか。マップ見ても無駄だろ。ってやっぱ気になるじゃん。しかしここに敵はいなさそうだな。となるとアイテムかイベントか。何もない可能性もあるがな。さすがにそれは勘弁してほしい。ってなんかいる。これって今湖って言葉があったな。その湖って、それっぽいものはここまでなかった気がしたが、はい、とりあえず開通させて。あ、戻るのか。見落としがあるかもしれないし。で結局進むのか。うん、湖ってさっきの絵に乗ったところな気もしてきたから。そういえばあそこも湖だったな。だとしたらこの先を確認しておいた方が尊いかなって。こうやってアイテムも拾えたしな。で回復魔法の回数が増加ね。で転移できるセーブポイント、とりあえずここは以上か。だね。やっぱりマップに変わりはないか。完全にメインとは違う空間ということだな。じゃあ時間もあれだし、今回はここまでだな。これで湖に行ったら他の場所に出られることを期待して。